そうか。じゃあお水の飲む量を測ってみたの。はい、45、30、50、24時間です。これぐらい飲んでる。じゃあ多いね。お店の方にも聞きに行ったんですけど、多いね、やっぱりたくさん飲んでましたよって言いました。それに対してさ、なかなか難しいことなんだけど、明らかにさ、要はあの体重あたり1キロあたり 100cc、 100グラムあたり 10cc 以上飲んでるから、退院多尿症っていうのがあると思います、はい、うん、だからこの子だったら233、まあね、この間240から250以上飲んでたらね、24時間で大変大尿症があります。これはこの間喋ったかな、そうです、ありましたね。大変大尿症を引き起こす病気がたくさんあるっていうことはお聞きしました。でその中にはね、具体的にはね、クッシング症候群、ここは副腎素ホルモンが出過ぎちゃう病気、それからあと子宮蓄膿症、女の子で子宮に膿がたまる病気、はい、それから糖尿病、慢性の腎臓病、初期の急激に腎臓が悪くなる病気、から腎炎、要は膀胱炎、細菌性の膀胱炎が上の方に上がって腎臓の方まで行っちゃったやつ、高カルシウム血症は癌ですね、リンパ節の癌、リンパ節が白血病なんかに伴って高カルシウム血症、全ての癌が高カルシウム血症になるわけではないんですけどね、あと肝不全、肝臓が悪い、これはホルモンで甲状腺機能亢進症、ここに甲状腺があってそこからホルモンが出過ぎちゃう、それからあと副腎機能低下症、これはクッシングの真逆でアジソン病とも言うんですけど、副腎素ホルモンが出なくなっちゃう、で最後尿崩症というのは脳から抗利尿ホルモンが出てるんですね、水分を再吸収、それが出ない子、出が悪い子で、ここまでを指定できると受診陰性探す、いや心の問題で よく飲むと。だけどプレディドッグはこれ診断はできない、これ血液を結構取らなきゃいけないから取れないです。だこういう可能性があるよと、うん、でも一番多いのはさ、やっぱおしっこはさ、そうか、そうなんですよ、おしっこはちょっと調べる価値がありますね。そうするとある程度分類、うん、これはないな、これはないなんて言えますか。で一番水をめちゃくちゃ飲むのがこれなの、尿崩症、これはもうとんでもなく思います、うん、他はまあ大変これちょっと超えるぐらいだけどね、はい、尿崩症だともうすごいですよ、だからおしっこもじゃらじゃらすごい出ちゃいますね。この感じでお伝えさせてもらうと、ヘアンコの時によくこうお漏らしみたいな感じしてたなと思ってたのが、うん、最近それが減ってきて、うん、で出たおしっこもすごく黄色くてちゃんと匂いのあるものが出てきてるっていうのは思います。で、お水なんですけども、飲み方がだいたい回し車1日中この子走ってるんですけども、はい、走った後ガブ飲み、牧草バーって食べた後にガブ飲み、でもそれはいいことじゃんの、運動して飲む、なので、深海でずっと飲んでる感じはあまり見受けられなかったです。まあでも、毎日は見なくてもいいけどさ、飲水量もやっぱり、ね、うん、週に 2,3 回はさ、見るつもりで、はい、これもなかなか大変じゃないですか。こぼさないんだっけ、こぼしはしないんですけど、これですよ、お皿なんです。お皿です。どうなの、蒸発とかもあるんですか。ありますよ。なので、でも、まあ、蒸発を気にしなきゃな、鳥の場合はね、体重がね、40g とか 30g の子は、ね、例えば 40g とか 4g 飲んだら退院多尿なわけなんですけど、はい、ね、気化がさ 1cc だったらさ、あ、気温が高ければ気化するじゃないですか、はい、乾燥してれば気化するでしょ、だからそこはいるけど、まあ、あの240何g の子だったら、まあ、1cc ぐらいはそう関係ないかなと思いますんで、気化は測らなくてもいいです、測ってもいいですよ、測れば気化分が出ますけど、まあそこまではいいです。それよりもざっく、私は細かいところが知りたいわけで、だいたいね 30g とかね、だいたい50なのかな、80なのかなって、その辺が知りたいだけで。わかりました。そうなんですよ。ただあのこちらの食欲に関してはさ、はい、チモシーが1日何グラム、ペレットが1日何グラム、はい、その他はやってらっしゃらないかな。そうですね、ペレットと今牧草のみでさせてもらっています。あ、他のやめたんですね、はい、うん、まあげようと思って準備してたんですけど、うん、あのまあこれも言ったと思うけど、本物の野菜か果物なら
体重の 1% ね、だから 2g、2.5g ぐらいだったらやるんですよ。測るとめっちゃ少ないですからね、そんな。だから、それぐらいの量だったらそのとも。ドライのものはやめ、ドライの野菜とかドライのフルーツはやめといた方がいいと思いますね。というとこです。ね、あとなんかね。だから、痩せすぎですか。まあ、そっと痩せてますね。できれば体重を増やす。で、それを増やすには、チモシをたくさん食べる。チモシをたくさん食べると、ね、大事な3つのうちの3番目の盲腸粉、はい、盲腸に細菌飼ってるから、その細菌が増えますんで、はい、そうすると、死んだ細菌が盲腸粉で出てくるわけですよね。その細菌数が多ければ多いほど、いいタンパク系になってるわけなんで。だから、そうなんです。チモシをたくさん食べさせること。毛並みの良しは、毛並みはまあ、こんな感じで時々なんかこうブワッとしてるように見えて、うん、その毛並みが悪いのかなって。今見た感じはそこまで悪いとは思わないですけど、はい。でもまあ保湿してあげた方がいいかな。それとあと今やなんかで足の裏もねちょっと見てほしいんでね。足の裏がさ足底筋炎って言ってさ、普段だ野生だったら土の上ですよ。はい、でもそういうところの上じゃないじゃないですか。はい、スノコの上とか、大体プラスチックのスノコが、な。うちは床材で、あ、そうか。はい、うん。だから割と足の裏、皮膚病になる子多いんですよ、ね。だから足の裏一日一回ちょっとチェックして、はい、ついでに保湿剤で実利をちょっと塗ってあげる。はい、体もだけど足の裏も塗ってあげてください。体ティーツリーは今そのここので一緒で1日3回なんですけど、うんうん、そんな感じで。そうですね。まあ皆さんには1回か2回やってくださいって言ってるんですけど、私3回やってもダメじゃないです、全然ダメじゃないです。良かったです。はい、それだとブラッシングね。はい、ああいう優しいブラシ買いました、うん、ウェットブラシと、それからコームね。あ、はい、こういうちょっと目の細かいコーム、猫ちゃん用のコームです。はい、はい、いきなりこれはちょっと引っかかるとあれなんで、はい、気持ちがいいっていうことを教えてあげてほしいから、ウェットブラシでこう撫でてあげるというか、そういうふうに流してほしいですよね。はい、うん、なるほどね。もともとすごく飲んでて、250の注水ボトルもなんか半分近くなくなってる時もあって、うん、まあ、よくでもこれこの1週間でさ測った日見るとさ、軽くだって25超えてるもんね。そうですね、30、50、40って、はい、うん、だから例えば何かがあったとして悪くなればさ、飲酒量増えていくわけだからさ、それとあとは飲水量だけじゃなくて、おしっこの正常、はい、おしっこの比重とか、低ハーとかタンパクとか、他に出ちゃいけないものが出てないかどうかですね。そこら辺も、おしっこぐらいなら、おしっこ取るスポイドと容器を出しておきますんで、はい、取れたら取ってみてください。ちょっとじゃあトイレ砂を抜いてみてっていう感じで。取る練習してもらってね。で、はい、あんまり古いやつ持ってきてもらっても困るんで、前の晩かその日のやつ。今、取ったら蓋付きの容器出しますから、なんか袋入れて冷蔵庫に入れてもらって、何時に取れておしっこだっていう名称を取ってもらっていいです。本人なしで、うん、おしっこだけでも構わないです。はい。そうか、この間おしっこ見たんだね、ちらっとね。そうです、めちゃくちゃ薄い。薄いんだよね。比重が 1.011 ってさ。その場黄色くなってきたんで、良くなってきたかもしれない。うん、あとは何も出てなかったんだね。はい、低波8だけど、まあこれ自立、普通は7なんだけど、自立とかさ、ウサギさん8だからさ、の方が多いんですよ。あ、これね、尿検査のスポイドと、はい、入れ物は2個出しておきますから、はい、新しい方を持ってきてくださいね。はい、どれぐらいの量を必要とかって。できればね、これぐらい。あれば、うん、3分の1であると助かりますね。わかりました。でもまあ最低ここでも調べないことはないです。検査センターに送るとしたらまあ3分の1は欲しいです、ね、うん、これぐらい、3分の1か2分の1。もっとちっちゃい少ないと検査センターに送られなくなっちゃうので、うん、その検査センターに送るっていうのはおしっこのタンパクUPC、ここでもこの間見た時はマイナスだったんだけど、はい、もっと数字化して出るんで、UPC っていうのでね。このマイナスはね、ペーパーテストがつけて色が変わったかどうかで見るだけだから、すごく正確じゃないんですよ。ただまあ、糖尿病はわかります。糖が出てればもう色変わるし、血が混じってれば、鮮血反応があれば、やっぱすぐ色が変わるから、その方が明らかに変わるんですけどね。一応この中で、糖尿病の可能性はちょっと低いって思っても、うん、この間のこのおしっこだけで見たらさ、バス
糖尿病ないですよ。ない、うん、それから急性にしては結構長く腎盂腎炎もなさそうですよね、はい、急性だったら一般状態悪いからないよね。で子宮蓄膿症はね、あの子宮に膿が溜まるから陰部からおろって臭い膿が出てくるケースがあります。出てこない子もいます。でも出てこない子は膿が子宮にいっぱい溜まっちゃうから一般状態が下がります。だからこの健康チェック法でこんな臨機ですよというふうには出ないから、これも多分なさそう、これはちょっと消せれない、消せれない。肝機能検査はなかなかできないんだけど、肝不全で肝炎体が出るところは相当一般状態が落ちるんです。これもだからなさそう。そう残るのはねホルモンなんですよ。副腎素ホルモンと甲状腺ホルモン、これも副腎素ホルモンですよね、はい、これバゾプレシンで抗利尿ホルモン、それから、まあ、血液のがん、これも、まあ、なれば一般状態落ちてくるからね、ないかな。そうと慢性の腎臓病かホルモン、それは体質の問題になってくるの。いや、それは体質じゃない。普通病気を持って、まあ、病気を持って、そう若いうちからだったらやっぱり生まれつきそういうのを持ってるところになりますね。そうだからこれ結構大事なんです。検査の代わりでもう一枚出しますけど、はい、今後もさつけていかなきゃダメだから、この子は脳水を作って、はい、食欲研究で尿体重が環境、はい、飲水量、はい、あと気づいたことを書けるようになるべく簡潔に書いといてほしいんですよ。あんまりたくさん書かれると私が見ると大変なことになっちゃうんで、でちょっとまとめといてくださいね、はい、これチモシーが1日何グラム、ペレットが1日何グラム、その他のもの食べたら何グラム、うん、うんちも合計しておいてください、はい、そうするとパパッと見えるので、ね、ありがたいですね。だこれ検査の代わりです。はい、じゃあよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこれね、最後に一つ質問したいですが、はい、もしそのこのホルモンの病気だったりっていうのが見つかった場合、うん、見つかるっていうか可能性が高くなった場合、はい、治療とかっていうのはこの子のできない、できない、これはできない、できない、これもできない、うん、これはできる、これもできる、要はここは出てないやつだからね、ホルモンが。だからその腎臓ホルモンを飲ませてやるってことになるから、だからできる。だけど更新の場合はね、下げるやつだから検査しながらやるとやれない、怖くて。下がりすぎちゃったらさ危ないんですよ。だからできないというか、尿崩症に関してはできます。ただめっちゃ高いこの薬が、あのバゾプレシンっていうのね、あの転換するんですよ。それで飲水量がどうなっていくかを見ていく。それで、まあ、落ち着いてくればその量でいいよ。そういう、これはだからできるのはこれとこれはできるかもしれないね。できない場合、授業とかっていう、もうできないのは、はい、もうとにかく、とにかくこれはね進行を抑えていくこと、うんうん、と進行を抑えるためにはどうするかです。たっぷり水を飲ませること、まあ、本当にあの慢性腎臓病が生まれつきある子だったら、あのお薬も進行を抑えるお薬をあげます。血流を良くしてあげるお薬、血流を全身の血流、血管拡張剤で血管をちょっと広げて全身の血流を良くするような薬を飲ませて腎臓の血流を良くすという、ね、そういうお薬がありますね。ただそれもあのおしっこだけでしか見れないからさ、血液で見るの、血液ってやっぱり 2cc ぐらいないとなかなか調べられないんですね。で事実はなかなかそう簡単なことじゃないんで、あの最近するのが抑えればさ少しは取れるかもしれないけど、結構な数しか見せないもんだからね。だからまあおしっこですね、見るとしたらね。だからおしっこは全然見る価値があると思いますので、それからおしっこは何回分もこう、うん、そう やってもらっていいですよ。わかりました。で次回はねどうしようかな、まあ、今のこの予防のやつは1ヶ月後なんだけど、はい、ちょっと体重も減ってるからさ、また1、2週間ぐらい先に健康チェック用をつけて見せてもらっていいですか。でその時にか、そのまでには欲しいことを言えば持ってきてください。で鼻に関しては、まあそのやんちゃでやんちゃだったやつだから、それをさせちゃうとまたなっちゃうんでね、そういう子は。プレーリーでも多いんですよ、ここなっちゃう。やんちゃでしょ、若いうちは。年取るとなるんだけど、
そこら辺がなかなか難しいところですよね。わかりました。あとはよろしかったかな。はい。はい、じゃあ受付で一応もう一枚金庫チェックを出しておきますね。でもノートは作ってくださいね。スカニオケースのいるものも出しておきますからね、はい、で次回はまあ 1,2 週間ぐらいにして、はい、でこれは一応3個枚持ってください、はい、結構でも隊員担任の子は多いっすね。まあそう、みんな 10って聞いたらまあ 2,3 例なんだけど、自立さんですか、ね、自立さんでも、うさぎさんでも、それから赤星銀行でも文鳥でもやけにですね、そういう場合母子くんは多いですよね。やっぱりその子たちはみんな何かしら、何かしら、うん、で、やっぱりその一番最後の日本放送の子はもう飲み方が尋常じゃない、うん、なんか母子くんももうすっごい量出ちゃうから、もう見てるとそこまでの量は出てないからね。そうですね、一番下のもないかなと思うんだけど、でもそれもさ、いきなりなしになるわけないからね、うん、少しは出てるけどちょっと足りてない、要は100% 出なきゃいけないところがね、80% でしか出なかったら、まあ 20% 足りないだけだったら、まあ、そこまで激しいのは出ないけど、50% 全部になるとやっぱり結構なのとか変わったかなと思うんですけど、だから、まあ、とにかくね、タイの子は絶対お水を切らさない。わかりました。お水を切らしちゃうと当然ね、水分が出てっちゃうから脱水してしまいますんで、そうするとあっという間に弱ってしまいますんで、というとこですかね。はい、ありがとうございます。まあでも手から食べてくれるんであればね、あのしつけの基本使ってね、はい、手にやらせてあげてくださいね。わかりました、はい、ありがとうございました。はい、お願いします。